次はスクワットジャンププッシュプレスのご紹介をいたしますまずはスクワットジャンプですね、えー、その名の通り、えー、スクワットの状態からジャンプして着地するという種目になります、えー、今回それを20キロのまたシャフト重りを担いでやってもらいますではまずやってみてください先ほどと同じように背中にバックスクワットのような形ですね背中に担ぎますでそのまんまじゃあ5回いきましょう しゃがんでジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、そうですそうです。この時も着地の時に膝が二重しないこと一つポイントですね。で、じゃあ今度横向いてやってください。で、ジャンプ全般に言えることなんですけども、えー、多くの選手が膝でこういうふうにジャンプしてしまうケースが多いんですが、基本的には股関節股関節を使ってジャンプして着地するってことです。もう一回じゃあ五回やってください。 この時に股関節で着地、股関節でジャンプ、着地、これを繰り返しますそうそうそう、OK で。このジャンプの際にしっかりと、先ほど申しました地面をち力で受ける力、その辺が要求されます。じゃあ、一度ちょっとあのエラーの動きをやってみましょう、えー。膝を少し軽く突き出して、膝でのジャンプを3回やってみてください。いいよいいよよ これが膝での着地、膝でのジャンプ、これは効率としても良くないですし、膝の受傷にもつながります。もう1回、じゃあ、えっと、正しいフォームで股関節使ってやってください。3回いきましょう。1、これが正しいフォームですね。股関節でのジャンプ着地です。はい、ありがとうございます。じゃあ、今度はプッシュプレス。えー、これは、えー、っと、上半身の動きも伴いながら、先ほど申しましたスナッチという種目ですね、後ほどやりますが、スナッチという種目の、えー、っと、 キャッチと言います。キャッチした時の、えー、フォームを作るためのトレーニングになります。じゃあこれも5回やってみてください。そうそうそう。もう少し早く行こうか。そう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 。そう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 。OK です。えー、このような形を、えー、今これ20キロのシャフトお重りでやりましたが、例えばこれに重さをつけてやったりとかっていうふうなことも行っております。はい。